やばい。ほんとやばい。やばい。準備 now。どうも、準備 now チャンネル、キング社長です。です。はい、というわけで今回もお届けしたいと思うんですけども。はい。はい、というわけで、風船です。風船です。はい、じゃあ風船膨らましてバンとやりましょうか。そうですね。いつものね、密閉された空間で、ね、このケージ乗車で、うわ、怖い怖い怖い、バーン。はい、行ってみよう。行ってみよう。ただですね、やっても、つまらないと。はこちらで。でもいいじゃない、これ普通にやったって。いや。キャタキュルキャーちょいちょい。え？以前ですね、浜辺で、片栗粉を入れて、風船膨らましたんですけど、はい。ような感じの結果にならなかったんですよ。なんかちょっとイメージと違かったなっていう、ね。はい、まだ見てない人は概要欄の方からのリンクから見てね。でですね、うん、まあリベンジ企画でもあるんですよ今日、うんうんうん、で今年ですね、うん、夏祭りとか祭りって開催されなかったじゃないですか、うん、まあそういうことが多かったですね、はい、我々の夏はまだ終わってないので。終わってないですか、はい、まだ暑いし、はい、うん、今回はですね、車の中でお祭りっていうことで、こちら片栗粉祭りをしていきたいと思います。巨大風船片栗粉祭りこの中で、これに片栗粉入れて、膨らまして。膨らまして。バーンって。どうぞ。私帰ります。どうぞ。一緒にやりましょうよ。やってみようかー。行ってみよう。バカなの。バカです。準備 now! オープン！うるせえし。もうね、クマもね、祭りに参加してるからさ。いや、うん、僕も一緒にやるよ。いい迷惑だよな。クマのストローちゃんですね、今日は。勘弁してくれよ。勘弁してくれよ、母。母やばい、片栗粉めっちゃ、ねえ、ちょっと車ってやばいね、こっちだって、そりゃそうじゃん、こん中でやったら、どうなんの ?1 キロだよ、これ。俺さ、全く想像つかないんだけど、こないだ海でやった時はさ、うん、まだ、ほら何風が流れて、いい感じでふわーって、ね、なったけどさ、そうだね、こう、ほんと密室ですよ。確かに。あ、今回300グラム。300グラム、1キロじゃないですね。こないだ1キロ入れて失敗したんだよ。300グラム。300グラムです、ね。このくらいでございます。300グラム多くないですか？多いよ。イーン！え？空気イン。準備 now。 空気、え？ちょっと待って、また吸っちゃったりして、そうーっつってそう、どっちだっけ。お、これだこれだ、うん、出てる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 、お、よし、やりますか。しかしこんなくだらないことばっかりやってていいんでしょうかね、我々は。まあいつものことですよ。いいですかね、はい、皆さん楽しんでいてくださってますか、ますかと。みんな、君楽しい、君も、君も、あなたも、私も、僕も、僕も、あなたも、私も、君楽しんでる？楽しんでくれたらいいねしてね。いいねしてね。準備 now。 それでは、っていうかさ、この中入れなきゃいけないんですよ。そうだよ。空気に、これ全部入れんの？それでもいいし。ね、もうやだよ、ほんとにやだ、どうしよう。空気？誰だよ、これ考えてる人、企画。誰だ、俺か。私か。どっちかな、どっちかな。あの、でも最初、これはチズモンさんですね。それでは、皆さん一緒にカウントダウンお願いします。3、2、1。ちょっと待って。俺耳栓したい。一応したいんだけど、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。はい。それでは、改めて。巨大空船、キャタクリコ祭り、密室空間で、破裂させてやるな！行きまーす！ 3、2、1、ザッ！うわぁ！やばい！
ちゃお腹やめてくれよ。待って、粉を振ってた方がさ、巻いてるじゃん。やめよ。そうか、車のエアコンを入れようぜ。準備 now。 エンジンかけようぜ。かける？うん、ちょっと音入るけど、みんな我慢してね。いくよ。はいよ。マックス。お、涼しい。マックス？やばいってば、ちょっと。やばい。もう嫌だ、本当嫌だ。やばい、本当嫌だ、どうしよう。やばい、やばい、やばい。やばい、カメラが。危ない、助けて。これあれ、今って冬ですか？雪降ってるよ、これやばいよ、やばい、何お、ね、っていうかさ、ほとんど俺に来てない雪が、あれ雪が降ってる。あれ、なんかイメージとしてはちずもんさんの顔にバーンかかる予定だったのに、ちょっとね、キング社長っていうかさ、キング社長大人気なんだよね。やばくないっすか？マジやばい。マジやばい。あ、クマ、クマも生きてる、クマ生きてる。何？何が起こったの、これ。これ、掃除がやばい。やばいよ、これ。てか、雪だよ、見て、これ。これ、雪降ってる。ああ、ああ。あの、はい。夏じゃなくて、冬先取りです。見て、だってこれカメラにもさ、こう、くっついてんじゃん、ふわふわって。っていうかさ、これ。マジで。
かさ。これさ、ちょっとさ、あの、掃除機で吸っても吸えないレベルになっちゃうよ。ねえ、汗やばいんだけど。ダイラタンシーになっちゃう、これさ。これじゃダイラタンシーになっちゃうよ。はい、そんなところでございまして、目が痛い。はい、そんなところでございまして、もうどうしよう、見てこれ。何もやばいって、普通に粉じゃなくて片栗粉だからさ、なんかうまって感じ。はい、そんなところでございまして、今回はですね、巨大風船を密室の空間の中で、密室の空間の中で巨大風船の中に片栗粉、粉を入れてですね、膨らまして爆発させたらどうなるかっていう、ね、実験をやってみました。どうでしたか。大成功どころじゃなくて、やばいね。あのね、粉とかもやばい。どうしよう、どうしよう、トイレ行きたいの、もうトイレ行けないの、これじゃね。この間もさ、救急車呼ぼうかっていうレベル。はい、そんなことございました。楽しんでいただきましたし、はい、この動画が面白いと思ってくれた人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。めっちゃ面白かったなと思ったけど、チャンネルがお願いします。はい、そんなところでございまして、はい、暇な友達とかがいたらぜひチェアしてこんな面白いやついるよって教えてください。最後の動画見てくださいました。また次の動画でお会いしましょう。救急車長でした。チャ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 、ないでしょこれ。いやー、もしやめろ。終わり。終わり。いつも準備なおチャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。コメントもしてね。通知もしてね。チャンネル登録準備 now。